えーとね、あのまあ1年ダブルワークでやったところにあの平日もあの週3回増やして今週5で通ってまして、えー、と10月1日から週5にしてもらって、まあ、1ヶ月続けたんですけども。 あの3ヶ月いっとったとこねあの5月の月末で辞めてまあそれから考えると久しぶりに1ヶ月続いたなと週5で働いてるところはい、まあ、結果論からしいたしましてはあのあのうつってよかったなってあの思い切ってね あの体力も大変なとかいろいろ言ってたんですけど最初、あのー、やっぱり人間関係人間関係が一番マシとあ一人で黙々作業するっていうの、まあ、それが、あのー、自分に合ってるなって感じてたんでまあできるんちゃうかなと思ってやってみたら、まあ、できたんで、まあ、この調子でね、あのー 今のところ継続していければあのー、まあ無職になるもめ,もめごと起こさへん限りは無職になることはしばらくはないんちゃうかなって思いますはいまあお金の方もねそんな悪くないんでねはいもうやっぱりあのー、自分で、あのー、できる仕事っていうのがなんか僕には合ってるみたいで一人で まあいいですよね休憩とかも自分であの自分の好きな時に行ったりできるからね、うん、まあ追われる時は追われますけどねまあそれはどのどんな仕事でもそうやねもうあのあのー、大勢のニーズでねやってあのー、ガチャガチャ言われるんが一番嫌やからね人間関係で今までもう散々あちこちでやめてきてるんで あのー、まああの揉、ー、み事さえ起こさへんかったら今のところやっていけるんちゃうかなって思っておりますはいあのー、またあのー、継続して頑張りたいと思いますんで応援の方よろしくお願いしますそれでは終わります